ということで、信州戸隠池森そば赤坂店オープン、バン。初めてのゲスト、ディーンリーダー山根浩二です。ありがとうございます。軽井沢、え、ゲスト、ゲスト、初ゲスト、ロケ版ということで、今日は軽井沢2日目、今から木こりさんへ向かいます。今日も軽井沢の木々が綺麗です。あいにくの、まあ霧、霧っつうのかな、これは霧かい、うん、ただ緑がほんと濃い ね、軽井沢はもう素晴らしい。やっぱり太陽さんに近いからっていうのがあるんでしょうか、うん、さあここから、木こりに向かいます。まあ木こりはたびたび紹介してきましたけど、まあ、できたら、うん、こう、まあ、できたら紹介したくないなみたいな、そういう、そういうね、お店の中の一軒でして、うん、まあディーンチーム軽井沢でコンサートやる時は来てる、うん、あれ工場来てるよね、2回目、あ、本当、お記憶ない、うん、いつもほら駅前の方に、はい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 、はい、あ、してたかなっていう感じは、そうかも、あるかもね。あ、そうだね、丸山ね、うん、うん、うん、初めてか、したら前回来てます、あ、前回来てる、あ、前回来てるか、うん、まあここ前回3年ぐらい前ここの、あのね、今日はもうちょリハジ、今日は早いんでしょ、あの本番が、うんうん、テーブルに着いたらもうあの蕎麦が出てくるようなシステムになっております。常連さんじゃん、もうちょっと、いや、まあなんつうか急いでもらったというか、あれ本当は11時半オープンだっけ、丸山ですかね、それを11時違うか、もともと11時か、あ、着きました、じゃん、ひこり、ここは軽井沢町、なんて町、丸山、この辺はお湯分け、お湯分けか、お湯分けにあります、ひこりさんに到着。ここの田舎そばはね絶品でございます。ということで、軽井沢2日目のランチはここひこりで十割そばいただきたいと思います。はい、カメラ回してもいいですか的なことを一応確認したいと思います。見てください、もうザ・こうちゃん、うん、ザ・お蕎麦屋さんですよ、本当、うん、いや今日もゲストなんだよ、山さん、ゲスト、こんにちは。おはようございます、こんにちは、あ、こんにちは、お願いします。あの他のお客さん映らなければ、はい、大丈夫ですかね、聞いてきますね、あ、お願いします。たしの、あ、こんにちは、今日はよろしくお願いします。あの今日はもうディーンチームガサッとみんなで来たんで、お願いします。あのもしお客さん入ったらもちろん映さないので、僕ら食べてるとこだけ YouTube カメラ、すいません、はい、火曜サプライズみたいになってきました。自分で交渉するっていうね。他のお客さんのあれもありますので、とりあえずお席に座っていただいて、あのおそばをお出しするのは11時からでもよろしいですか。あ、もちろんです、はい、あ、よろしいですか。でもこちら、あの真ん中のこのエントラ、はい、3つ使っ て、ありがとうございます、はい、木こりの、まあ、これザーンってメニューなんですけど、まあ、もりそば、これ28で、さらしな、これさらしなはね多分10割だと思うんだよね。でこれ、まあ、今日僕らが注文した田舎そば、これがもう10割です。でプライベートで来ると、あの私さらしなそばと田舎そば2つ食べます。はい、今日はちょっとリハーサルの関係上、あのサクッといただいてサクッと会場に入るということなんで、まあ、楽しみです、はい、じゃーん、はい、どうも。さあこれが木こりの十割そば、田舎そば、見てください、このツヤ。そう、この皿もね、皿も冷たいんだな。さあ早速このぐらいつゆを まず入れて、まあ後でね、そば湯が来た時に足せるように全部入れずに、よし、これはねもうがっつり入れちゃうんだな。
やってたね、テレビでやってたね。もうさあ、キコリ何ヶ月ぶりだろう。はい、いただきます。いい、いただきます。長い、長い長い。はい、うん、はい、うまい、出ました、はい、うまい。うん、こうちゃん覚えてないっていうか、前回覚えてないっていうか、ちょっと改めて、うん、そういうものね、ズドンとズドンとビシャビシャに、よっしゃ、マスク、マスク、分かってるって一ボケ一ボケいただきました、ボケいただきました。うん、もう風味、味、うん、おいしい。しかもね、こう見てこれ、うん、ここで修行した人は、うん、こうやってみんなね、みんな後ろにね、こうちゃんと店の名前刻まれるってさ、なんか愛を感じない、うん、ここで修行した人、うん、別に名前違う名前で自分の名前になってた、そう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 、ここで支店とかじゃない、そう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 、そうだ、写真撮るの忘れた、丸山のそば撮らせてもらおう。 あまりに食いたくて写真撮るの忘れた、うん、ちょっとジュン、そっちから撮って、ジュンに写真撮らせるっていう、いきます、はい、もう一枚だけ、はい、はい、バッチリ。じゃあ、じっくりいただきたいと思います。うん、はい、うまい。もうペロでしょ、これ、うん、あと2枚ぐらい全然いけちゃうでしょ、なくなるのが寂しい、うん、多分、木こりのそばにほら見て、あの、これそば湯ドロドロのためのそば粉を溶かしてるの、これ茹でた麺じゃなくて、あ、茹でたお湯じゃなくて、うん、実際に、まあ、実際に茹でてそば湯してるお店もあるんだけど、このドロドロ系はね、いきますよ、はい、これ山田さんいつも言ってます、これ昔からあのそば屋行ってそば湯を飲むためにザルを食ってるって山田さん名言だよね、これでしょう、うん、はい、うまい。でもこの醤油っていうかタレと、うん、この配合がなかなか難しいんだよ、ね、うん、だから取っといた方がいいよね、絶対最初から全部使っちゃってた、うん、ぬるいのも嫌だし、そば湯、あ、うまい、うん、うまい。でも木こりはもしかしたらあれだね、そこまでこうドロドロなそば湯じゃないのかもしれない。はい、うまい。すっごい出汁じゃない、うん、ね、美味しいね、うん、はい、そば湯おかわり。いや、タレが、つゆが残ってたからね、はい、こうちゃん、つゆがもし残ってたらもたないね、はい、うまい、はい、うまいよ。はい、完食、美味しかったです、ごちそうさまでした。リーダーどうですか、感想。いやー、美味しかったよ。てか足りないね、はい、もうちょっと欲しい、うん、ただ、足りなくてもこの最後にこれを飲むと足りるんだ、うん、そうなの、足りちゃう、これそばってちょうどいいぐらい、そうなの、そこもちゃんと計算された部分、うん、まあ、ということで、信州稲が、あ、信州稲がそばだって、信州池森そば赤坂店、軽井沢編、木こりからでした。さよなら。